どうも、散財系 YouTuber の柳橋優と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回は郡司さんとのコラボ動画ということで、トゥシェのレギンスパンツを使ったコーディネートをたーくさんご紹介していきたいと思います。郡司さんといえば下着のブランドさんというイメージがあるんですが、レギパンが出てるっていうことは皆様ご存知でしたでしょうか。私柳橋優はですね、今回初めてそれを知りまして、実際に履いてみたんですが、想像してた以上にめちゃくちゃ着回しが効いて、しかも履き心地もどえりゃ良くてですね、まあこれはもう皆様にシェアハピしないといけないなと思った所存でございます。そしてですね、なんと今回郡司さんのご好意により私の YouTube 限定のクーポンを出していただきました。でそちらのお得なクーポンはですね、郡司さんの公式通販でご購入いただくとご使用がいただけるということなので、日本語大丈夫かな、まあとりあえず概要欄に貼ってあるんで、そこからご覧いただいて、そのクーポンを使っていただくと、まあ一番お得だよっていうことなんでね、どうぞよろしくお願いいたします。ということでスタート。ということで本日着回すトゥシェのレギンスパンツについてお知らせしていきたいと思います。まずは、綿混タイプ、スキニーとストレート2種類ございまして、どちらもお色はブラック、サイズは M サイズを着用しております。身長162センチ、体重53キロの私が履いて、M サイズでちょうどといった感じですね。どちらもすっきり履けるアンクル丈で、お色は各タイプ3色ずつの展開です。続きまして、ウールライク裏起毛タイプ。こちらもスキニーとストレート2種類ございまして、どちらもお色は木ブラック、サイズは M サイズを着用しております。サイズ感は綿混タイプよりも全体的に少しだけ余裕があるかなといった感じで、丈はですね、裏起毛タイプはフルレングスになっておりますので、くるぶしまでしっかり隠れます。カラーはこちらも3色ずつの展開です。最初は隠すつもりはなかったんですけど、裏側がこんな感じで起毛になっておりまして、このあったかいっていうのがね、すごい癖になっちゃって、これからの季節に最高なんですよね。しかもこちらお色が木調になっておりまして、この木カラーっていうのが絶妙なポイントで、カジュアルになりすぎないので、また履きやすくてですね、こうついつい手が伸びちゃうっていうのがね、こいつの魅力なんですよね。ウエスト周りはこんな感じになっておりまして、綿混タイプ、裏起毛タイプ、どちらも共通で、ベルトループとか、まあ、ヨークがあったり、前ボタンがあったり、立体風前焼き風だったり、前はダミーのポケットだって、後ろはハリポケットになっておりますみたいな、そんな感じで、こんな感じでございます。ということで、コーディネートに参りまーす。履き心地最高でーす。はい、ということで、ここからは実況、柳橋優衣がお送りさせていただきます。めちゃくちゃ手を振っていますが、準備はよろしいでしょうか。まずは綿混のストレートタイプの着回しコーデをご紹介していきたいと思います。やはりですね、こんな感じでシンプルなちょっとタポッとしたニットの合わせがすごく可愛いなと思います。まあ、ブラックに関しては本当に使えるお色なので、カラーニットとの相性もいいので、まあ、あって絶対損はしないかなと思っている所存でございます。まあ、ちょっとね、なんかまたよくわからないことをし始めましたが、これは動きやすいよってことを言ってるんですかね。まあ、ちょっとよくわかんないです。はい、ということで続きまして、先ほどと同じブラックを使った着回しコーディネートです。やっぱりね、ボーダーにモノトーンっていうのは鉄板で、すごく可愛い合わせかなと思います。はい、癖強めに近寄ってまいります。このレギパンがですね、生地に張り感があってフィットはするんですけども、変に体のラインが出すぎないので、本当に普通のパンツのような感覚で履いていただけるかなと思います。はい、ということで続きましては、同じ綿混ストレートタイプのダークブラウンを使ったコーディネートでございます。色物のレギパンってちょっと使いにくいイメージが強くて、皆さん避けがちだとは思うんですけども、全然そんなことはなくて、このブラウンとかもすごく可愛いお色で、色物との相性もいいので、またあるとコーデの幅が広がるかなと思います。またね、現場の柳橋さんが起毛を始めましたが、多分これはですね、綿混素材って一般的にストレッチ性があまりないものが多いんですが、こちらのレギパンはですね、ストレッチ 150% 以上で、まあ、とにかくね、こう動きやすくてストレスフリーなんですよっていうことを表現されてるのかなと思います。なんかまた靴を脱ぎ始めて、おすごいですね、 150%、もう動きが 150% をね、振り切っておりますね。すんごい真剣な顔しておりますけど、グッジョブです。はい、150% です。
はい、ということで続きましてはメンコンのスキニータイプのコーディネートをご紹介していきたいと思います。まず一つ目はこんな感じで、シンプルなコーディネートなんですが、スキニータイプの一つの魅力としてはブーツインがとにかくしやすいということで、こんな感じでブーツインさせていただきました。で、上がですね、こうたっぷりしたボリュームのあるトップスであっても、下がとてもすっきりしておりますので、すごくバランスが取りやすいかなと思います。はい、フレ柳橋、多分これは動きやすいですよっていうのを表現したかったんだと思います。お疲れ様です。はい、ということで続きましては先ほどと同じブラックを使ったコーディネートですね。先ほども言いましたが、やはりこのスキニータイプはブーツインがしやすいので、こういったミドル丈の時もすっきり履いていただけるかなと思います。このね、すっきり感かなり重要でございます。で、このレギパンなんですけども、なんとお値段がですね2200円というコスパ最強でございまして、クオリティももちろんいいので、もうこちらに関しては色違い案件かなと思います。続きましては同じメンコンスキニータイプのカーキのお色を使ったコーディネートでございます。で、このレギパンの生地なんですが、不白と言いまして、不白っていうのはシャツによく使われるような生地なので、カジュアル度が抑えられて、こんな感じでシャツとかとね合わせて切れ目な感じで着ていただいてもすごく可愛いかなと思います。で、このカーキのお色が緑みが少ないので、ブラウンとかグレージュ系との相性もいいので、またこれもすごく使いやすいポイントかなと思います。続きましては裏肝のストレートタイプの着回しコーデをご紹介していきたいと思います。まず一つ目はこんな感じでシンプルなニット合わせのコーディネートですね。先ほどのメンコンタイプの時もそうだったんですが、このストレートは本当に普通のパンツ感覚で履いていただけるのが魅力かなと思います。でですね、裏肝タイプで暖かいので、1枚で保温性も十分かなと思います。なんで、こんな感じでね、ちゃんとこうニットを羽織って朝の青山のカフェで、あ、お茶しちゃう、なんか意識高い系女子みたいな、そんなね振りもできるかなと思います。持ってるのはこれ多分キャンドルなんでね、コーヒーでも何でもないですし、私は朝から青山のカフェには行きませんけど。はい、ということで先ほどと同じ木ブラックを使ったコーディネートでございます。で、ストレートタイプもすっきりとした印象ですので、こんな感じで上にボリュームのあるカーディガンであったりニットを持ってきても、全体的にバランスよく着こなしていただけるかなと思います。こちらの裏肝タイプ、ツーウェイストレッチでよく伸びてシワになりにくいんですが、お、柳橋優衣選手、完璧な Y 字開脚の披露していただいております。着地までいけるか、着地までいけるか、いけたー！ということで、ツーウェイストレッチ効果でしょうか？素晴らしい演技を披露していただきました。柳橋選手、ありがとうございました。そろそろふざけすぎてグンゼさんから怒られそうな気がしないでもないですが、続きましては同じストレートの木ネイビーを使ったコーディネートでございます。こんな感じでね、スニーカーと合わせてカジュアルに、公園スタイルとかね、そんな感じでも使いやすいよっていうことですね。あ、子供に手を振ってますね。お母さん、あ、お母さん頑張っちゃうぞ、お母さん張り切っちゃうぞっていう感じでございますかね。はい、でものすごいジャンプしてますね。お母さん頑張ってますね。お母さんすごい、お母さん頑張ってますね。はい。この木ネイビーなんですけど、木調でございますので、普通のデニムと同じような感覚で使っていただけるかなと思います。あ、お母さんまた最後までジャンプお疲れ様です。続きましては裏肝のスキニータイプを使った着回しコーデをご紹介していきます。まず一つ目はシンプルにオールブラック with なんか黄色いモケモケでございます。メンコンタイプの時と重複しますが、やはりスキニータイプの一つの魅力としては、こんな感じでブーツインした時にすっきり履いていただけるということですね。で、裏肝って全体的にこう変にモコモコしちゃいがちなものも多いんですが、こちらに関してはご覧の通りね、すっきりしておりますので、このミドル丈のブーツと合わせていただいても問題なく履いていただけるかなと思います。続きましては同じスキニーの木ブラックを使ったシャツ&ジャケット合わせの切れ目スタイルでございます。キラーン。
裏肝のレギパンではございますが、全体のシルエットも綺麗なので、上にシャツとかジャケットなどの綺麗めなアイテムを合わせてあげれば、まあ、オフィスカジュアル的な、まあ、そんな感じのシーンで使えなくもないかなと個人的には思っております。あ、なんかすごい名刺交換をしていますね。ラストは裏肝のスキニータイプミドルグレーを使ったコーディネートでございます。ワントーンコーデにしてあげると高見え効果も増しますし、おしゃれ感もすごく出るかなと思うので、個人的にはおすすめでございます。グレートーンのコーディネートをするときに全部同じ色でまとめてしまうとちょっともさり感が出てしまう場合は、こんな感じで同じグレーの中にも少し濃淡を入れてあげるとメリハリがついてもさっと感がなくなるかなと思います。あとバッグとかで色物を入れてあげるのもポイントです。はい、ということで今回はグンゼさんから出ているトゥシェのレギンスパンツを使ったコーディネートをご紹介させていただきました。でですね、冒頭でもお伝えさせていただきましたが、概要欄に貼ってあるグンゼさんの公式通販で今回ご紹介したレギパンがお安くご購入いただけるクーポンがございますので、ぜひどうぞご利用くださいませ。ということで、バイバイ。